ブして。そうね、試合って10時からでしょ。9時半に家を出るとして、初めて作るものは危険だと思うな。だって時間読めないし、読めないと焦るし、焦ると失敗したりするじゃない。ほら味付けとか。じゃあどうすればいいのよ。だからほら、唐揚げと卵焼きと、赤いものが欲しかったらプチトマトとか。何か食べれそうなものはないかにゃ。そんなのやだ、ありきたり。おばさんっぽい、絶対ダメ。おばさん。はい、ひなこれに決めるんだもん。はいはい、じゃあ勝手になさい。もう相談になんて乗ってあげないんだから。これ買いたいんですけど、お金が足りなくて。そのガラガラ。なになに。栗かぼちゃ、牛ひき肉、パン粉、玉ねぎ、卵、ブラックペッパー、ラディッシュ、オリーブ、アボカド、アスパラ、ヤングコーン、バルサミコ酢、レモン、マッシュルーム、パプリカ、もっとなでてなでて、このブルームコロン。おつまりって、あんたどんだけ作るつもり。っていうかいくらかける気。コストパフォーマンス悪っ。ざっと見て3000円は超えるわよ。どこの料亭のお弁当よ。なんでよそんちの子のお弁当代でうちの食費から3000円も。うちなんて牛乳だってそこでの158円でしか買ったことないのに。嫌よ。何よ、よその子って言うなら、にゃんたちだって桐山くんだってそうじゃん。こっちにいらっしゃい。何よ、お姉ちゃんばっかよその子にどんどんお金使って。姉ちゃんよその子なの。どこから来たの。もものお兄ちゃんじゃないの。まあすみません。ああ気まずい。ごめんなさい。ああいや、こっちこそ。食費払うって言ったんだけど、あかりさんなかなか受け取ってくれなくて。でもこれでちゃんと受け取ってくれるようになるかも。そしたらもう僕も申し訳なくないし。